ヘイヨーキャンツメッシュです。最近もなんかやってくるんですけども、皆さんに速報&秘宝でございます。レベル15のですね、伝説の 道での実装がなんと12月4日はい、来シーズンから15レベルがついに解禁されますよといったところですね。どういうことかというと、伝説の道というのは展開モードがある方ですね。はい、でこれ今までがこんな感じ、リーグ1からあって、リーグ10がね、展開かな、でリーグ9が青缶なんですけど、こんな感じで今まで各、階段でレベル上限が設けられてて、まあ、14がマックスでしたよって話なんですが、12月4日からこうなります。はい、赤缶から15レベルが上限になるんかな。はい、ということで全体的に1個ずつぐらいレベル上がってるのか。はい、ということで展開でももちろん15だし、展開行くまでも15レベルってところなんですが、おそらく15レベルを最初に使える人ってマジで数少ない。デッキ全部15レベルとかってほんと数少ないから、まあそういう人たちはね、結構レベルで展開いけると思うので、まあ展開に行く難易度自体は一旦は変わんないと思います。はい、まあ逆にね、15持ってる人は展開行きやすくなったりとかしてんのかなっていったところですね。はい、12月4日から、実装されますよという話ですね。まあ前々からね、半年前からその半年後に実装するでーすってね、この15のエリートレベルのことなんですけど、まあ言われてたんだけど、まあちゃんと半年後に来たよね。しかもまあ急ではある。うん、12月4日からみたいな、今日だって12月1日だよ、もう3日後からだよ。急ではあるけど、まあ半年前にから言ってたは言ってたよね。ということで、まあこういうね、エリートワイルドカードストアとかで買い集めたりとかすると思うんだけど、まあ多分ね、おそらく俺の予想ね、12月4日に多分エリートワイルドカードのセールが来ると思ってて、そう、結構足元見てくる気はするんだよね。そうな、俺で今36万枚あって、まあパス回収しないからも40万枚かな、上限40万枚あるんだけど、ネギトカードが1234からの56789101112かな、12枚ですね。はい、なので、いや結構ね、しょっぱい部分はある。まあってとこかな。エリートカードね、上げる優先順位みたいな話あると思うんだけど、自分の使いたいデッキのカードをね、レベル上げていきましょう。で、12月にバランス調整があるのか、1月にバランス調整があるのか、ちょっとわかんないんだよね。11月にさ、一回こう、チャンピオンじゃねえわ。進化カードとして結構、バランス調整来たじゃん。だから、12月ね、まだ情報来てなくて、マジわかんないんですよね。まあ、とりあえず、シーズン始まってるまでは15レベルにしなくていいかなとは思ってます。はい、なのでね、こっちの伝説の道、はい、ここですね、ここのレベル上限とかが全部15になってくるよといったところですね。でちなみに来シーズンからは、このフィニッシュしたリーグの位置によってエリートワイルドカードがね、報酬でもらえる、ここら辺が2万5000枚で、展開だと 5万枚だっけな、うん、まあもらえるんでね、コツコツ、エリートカード上げてくって話になるね。俺さ、シンプルにゴブジェイが好きだからって理由だけでこいつ15レベルにしてたけどさ、なんか一周回って先を見た熱いレベル上げになったよね。うん。だから来シーズンからここの今シーズンの強化カードってのもね、すげえね、注目だね。うん、ここが結構大事になってくる。あと言い忘れると、ちなみにここのね、キングレベル、タワーレベルもね、15が解禁されてるんで、俺15なんだけどね。うん、まあ結構またレベリングしていかないといけないよね、といったところでございます。ということで、ちょっとマルチでもやっていきますか。いやー、まあ15レベルに対しての感想ね、怖いね。俺ですらどのデッキを全部15にしようかってのが、まあ、わかんないし、だいたい1シーズンにあたり1、2デッキ、いや無理だな、1デッキか、まあ、1デッキぐらいしかね、多分ね、全部15にはできなくて、来シーズン、しかも、シーズン最終日が元旦なんすよ。なんで、まあ、夢掴むならここだっつってな。うん。15レベル持ってる人たちは結構熱い。で、まあ結構、ツイッターとかでは、ペイトゥーウィンつって騒がれてますね。まあ課金者が勝つゲームっていう話にはなってるんだけど、まあ世界大会後の、このね、まあみんな結構モチベ上がってる時に来るっていうところでは、まあ賛否両論では、まあピの方が多いのかなっては思いまっぴーって感じですね。まあでも大事なのは、やっぱね、呪文だと思うな、俺15レベルにすんの。ファイアーボール15にしたら、例えば14レベルのマスケット重視飛ばせるとか、
まあウッドレベル上げとけばアーチャー飛ばせるみたいなね、まあそういうのが結構出てくるから、まあ、そこら辺をちょっと見据えてねレベル上げるのがいいかなと思います。さあこれは、リトルプリンススキル使ってスケとコウモリ、ここにレイジ、進化スケ来ましたね。これ進化スケ真面目に相手したら死ぬか。リトルプリンスが全てお掃除してくれました、ありがとうございます。まあメガナイトですかこれ、ザップあるもんな、まあ、ちょっと遅れてコウモリ、まあザップかな。15来ちゃったね。まあ半年前から言われてたけど、けどやっぱりいざ来るとなんかこうどこか記憶の片隅で消してたようなね感じするよね。いやまあ確かに半年後ぐらいって言われてたけど、なんかマジでちゃんと半年後に来るやんみたいなね感じだよな。まあちょっとね、1月か、1月とかね、新年からまたね、大型アップデートが来るといったところで、まあ、いろんな要素がね、追加されようとまたしてるんですよ。その動画もね、現在制作中なので、分かりやすく伝えていこうかなとは思ってるんですが、まあ、復帰勢に対してね、ちゃんとフォーカスしていく動画を本当に作んないと、これ、まずそうだなと俺は思ってます。ちょっと離れただけで、何も分かんなくなってしまうみたいなね、状況になってしまうので、まあ、逆にこう、ちゃんと情報さえ追ってれば、おもろいっていう感じになって、来ると思うんだよね。まあそう信じて俺は。なのでちょっとね動画をね誠心誠意作っていこうと思います。レイジこっちだな。あー相手もメガナイトか。これは進化コウモリでこのシグをすすってゴブリンで守りながら、そういやこのシグすすぎがマジで強い。これコウモリコウモリいけ、このまま吸い潰せ、ダメか。まあでもなんか頑張ってくれてはいるか。これリトプリここでスキル使ってくれたら美味しい、美味しいですねこれは。でまあ逆サイドの攻めだけ注意しておいてあげて、 OK カウンターの形できてる。いやーどうしようかこれ。まあこんな感じにしとく。これミニペのタゲこっち来たりしない、ダメか。はい GG ですね。まあバランス調整で環境変わんなかったら俺はこのメガナイトゴブジェイを全部レベル15にしてチンパンします。普通にチンパンしに行こうと思います。まあ俺が今ね15レベルに上げてるやつはまあ無難っすね。進化ナイトとかまあアーチャーとかねそういうところは多分腐っても強いし、まああと呪文だね、呪文上げとけばまあマジ無難ではある。いやトルネはね14にしておいた方がキング起動ね、スケがキング起動できるから強いとかねあるんだけど、まあまたちょっとレベルさ味わうことになるよね。まあ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 、セール買ってきたりするしかないよね。で俺もだから毎日クラルは開いてショップでカード買ってリトバゲルカード使い増やしながら、まあパス回収してる。で、めちゃくちゃその毎日クラルは回してるわけじゃないから、まあ多分一般的な増え方ではあると思う。まあでも全部フルカンしてるからな。フルカンした状態での、あれではあるから、まあ、その俺で、まだこんくらいってことはカード。まあ、結構ほど遠いけど、まあ、報酬の増加に期待していきましょう。これはもう行くしかないです。 OK このトリトン引っ張れたのはマジで熱い。このゴブジェイドを切ってほしい。あ強い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 、はい強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 い。いやでも15レベルでちょっとむさぼんの楽しみだな。まあなんやかんや制御とかでいい感じにして、まあでもな、制御もただなわけねえかんな。そう、制御もただなわけないんだよな。これミニペとかでさ、いかれるよな。まあ、こうかな。
クロスだよね多分。おー、なるほどね。であればこうか。なるほどね、ゴブジェイポンプか。これ勝ったね。ゲリポンまで破壊して GG か。15か。なんかね、てか来シーズンさ、バランス調整来てくんないとまずくて、シンプルに15レベルだけ増えるだとちょっと面白みに欠けるよなと俺は思ってて、1月の大型アップデートとかで、噂されてるのはタワートラップっていう、なんか発表されてるやつがあるんだけど、まあなんかそういう要素だったりでな。待って、これ進化スケドリーム捕まれる、びっくりした。まあそういうとこだよね。まあ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 、でも結局なんやかんやでクラロはやってしまうんですけど、まあ発表されてたことだし仕方ねえよな。にしてもやっぱり急ではあるよね。そのなんだろう、1ヶ月前からさあいよいよ解禁まで、半年前から告知していた通り、ね、解禁まであと1ヶ月となりました。皆さん今シーズンはね、来シーズンに備えて計画的にレベルアップしましょうとかならわかるやん。急に、あ、12月4日、うん、あのあれだからね、そういえばみんな話してたから分かってると思うけど実装するからねみたいな、うん、ちょっとねそういうとこもあって秘宝だよな。なことはさておき、ドラゴンクエストモンスターズ3が面白すぎる件についてね話していこうと思うんですけど、昨日ね生放送したんですよ。マジでおもろすぎて5時間やってた。しかも生放送で、ね、見てた人分かると思うんだけど、切り上げて5時間マジでやめときが分かんなかったんだけど、今日はねもう我慢できねえので夜8時からやります。もうマジで無限に行きます。本当におもろい、やばい、あのゲームやばい、そうあのゲームマジでやばい、本当におもろい。さあここは一回右側にプッシュして左側リトプリだけで受けちゃうみたいな、そういうお話をしていきましょう。それ引っ張ってくれるのマジで神か。これさあ、ランバー無視か。いや、浅すぎるゴブニオンはまず巻いた。まあ、こうかな。で、トリトンで引っ張れるから大丈夫と。まあ、一旦作戦は成功したね、これね。まあでもね、ちょっとね、また多分明日ぐらいにかな、上がると思うんだけど、動画。今後のクラロはね、これまたまあおもろそうな要素はあるから、まあ大体やっぱそういうおもろい要素っていうか、新要素プラス、なんかレベル解放みたいなのがセットだからね、まあ、まあですよね。もう分かりきった手口、またっていう感じであるよな。まあでも俺はね、ちゃんと半年間でしっかりと準備したんで、レベル15に上げるべきカード的なやつをね、どん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 掘っていこうと思います。スキル使って。いや、これどう守るかだよな。ファイボそっち打って。頑張り、勝てそれ。いや、強すぎてシェイシェイだ、これ。え、待って、強くね？なんか、右のババによるファイブ外したんか分からんけど。これ強いって。やっぱ進化ババいいな。なんか進化ババのこのぶっぱ感が羨ましいです。非常に。俺もこれ使いたくなるけど。いやー、これ全部15レベルもまあちょっと熱そうか。悩むな、でも。来シーズン限界突破アイスピくから流行りそうだな。てかアイスピ多分ねレベル15だと思うんだよね、そのあれがシーズンのレベルアップバフみたいな、レベル15っていうかあれがタワーレベルと同じやつだと思うんだよね。
何のデッキを15にしようかな、全部。まあでも、なんかね、その、できて1デッキだと思うんだよね、フルカンが。みんな。だから、なんか流行ったデッキが出てきたときに、そこに対してなんか、適応できなそうではある。俺はその適応力を目指して、ちょっと、じっくりとやっていきたいか。レージー、これゴブリン、コウモリまで行くわ。ヤナメ、あるよね。うん。それ知ってての行動です、これ。ミニペナー、リトプリで、ちょっと共有しよう。トリトン使うのもったいない。これ2発入る？びっくりした。ゴブジャいっちゃおうかな。これ、この2周目だった相手、ミニペないでしょ？スケブ来んのかな？ガゴムレか。まあ、レイジ落としておく価値はあるか。ここでトリトンを温存しといた意味が出てくるか。ゴブジャイ来たらトリトン使う。ジャイ。まあ、これもトリトンだな。いや、もうただなんか渋いか。なんでだ、ゴブリンが、なんで死んだ？なんでですか？ミニペが来るけど、やなめからかな、これ。スケブ回る。いや、ただいい。これ呪文圏内とか落とし切ったの熱い。いやー、やだな、スパーキー、マジで。どうやって立ち回ろう。いやー、いい進化コウモリです、それは。ただカウンターの形はできてる。なんならここまで。いい、非常にいい、非常にいいダメージが入っている。スキルはあるけど一旦温存。うん、コウモリ出して、これぶっ飛ぶな。なんか残ってるわ。ということで、今日よりドラクエでお会いしましょう。